まで到達するんや。これでも分かるとおり、あの人工石ね、あでその何やも書いてもある。あの音に反応して、そう、去ったり。すごいね、本当に。それが、ね、状況ですね。まあ後ほどこれはいいわ。ちょっとあれを撮りたかったんで、ちょっと離れましたね。時間的にもう。棒の先にゴジラがいますね。こう昔からこう多分結構あの船のからの遠方で見える通りさ、むっちゃ見えるんですよ。いやあの指の差してるさあ方向にさ、むっちゃ見えるってまたさ、こうなっちゃう。要は満開原発周囲さあ、俺は説明する。そこの砂間から穴掘って説明するとし、こうやって骨掘って中から入って、そう、どーん上がってきて、これから上陸したんでしょ。砂浜分かる通りめっちゃ綺麗なんですよ。さあ、いや、そういうことでした。ではまた後ほど、バイ。